こんにちは、よしゆきです。動画を見ていただきありがとうございます。今回はドコモフォーム 5G についてご紹介します。自宅でパソコンやタブレット、そして無制限にスマホを使うために必要になるのが固定回線ですよね。しかし今では様々な会社が固定回線のサービスを提供していますし、固定回線には光回線以外にも最近ではホームルーターが主流となってきました。基本的にホームルーターは特定の住所でしか使うことができないので、本動画では固定回線扱いにさせていただきます。そんな様々ある固定回線の中から僕は現在ドコモフォーム 5G を利用しています。なぜドコモ 5G を使っているかや実際に使ってみた感じなどをこの動画にまとめることにしました。現在固定回線を探されている方や乗り換えを検討されている方は参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ドコモフォーム 5G のご紹介する前に、大前提としてホームルーターを使うべき人の特徴をお話しします。というのも、自宅で使う固定回線にはホームルーター以外にも光回線やモバイルルーター、ましてやスマホのテザリング機能を使うといった方法まであります。モバイルルーターやスマホのテザリング機能に関しては料金や通信の安定性を考えるとホームルーターの方がいいのですが、月額料金と通信速度を踏まえるとホームルーターよりも光回線の方が圧倒的にいいです。光回線なら月々4000円くらいで最も早い通信を行いますからね。だからこそホームルーターを契約する意味がなくないと思われるかもしれませんが、光回線の弱点は工事をしないと使えないことにあるんですよね。回線工事 NG の物件に住んでしまったらそもそも使うことができませんし、直近で引っ越しをする予定があれば引っ越し先で再度工事しなくてはなりません。工事の予定がうまく合わなければ数日ネットが使えないなんてこともあります。一方でホームルーターは工事する必要がなく、指定先の住所ですぐに使うことができます。僕の場合は今後引っ越しを考えていることと大家さんに工事の許可を得るのがもうめんどくさかったので、ホームルーターを契約しました。現在ホームルーターにはホーム 5G 以外にもソフトバンクのソフトバンクエア、 au の au ホームルーター、楽天モバイルの楽天ターボ、 UQ モバイルのYMAX プラス 5G があります。どの会社もホームルーター本体は割引によって実質無料で持てるようになっています。ホームルーターはスマホと同じように電波を受信する構造になっており、このあたりは自分の住まいに対応しているかどうか確認する必要があります。そして料金の方なんですが、契約する代理店などで金額に多少の違いはあります。しかし各ホームページに記載されている税込み月額料金はこちらの通りとなります。まあ、だいたい5000円くらいとなりますね。基本的に1万円相当のキャッシュバックや1年くらい値引きをするなどがありますが、ドコモ 5G はその中で唯一一定期間の割引がないのでお得に感じにくいんですよね。でもどうしてドコモ 5G を契約したかというと、僕が契約しようと思った当初は楽天ターボはなく、ソフトバンク au のホームルーターは基本料金が高いので、ドコモフォーム 5G と YMAX で考えていました。 YMAX は通信制限が撤廃されたのですが、夕方頃に通信制限がかかる情報を見かけ、通信品質もいいことからドコモフォーム 5G にしました。ここからはドコモフォーム 5G についてご紹介していこうと思います。まずフォーム 5G のルーターには現在2種類あり、僕は旧型を持っているんですが、使い方はどちらともコンセントを挿して本体底にあるパスワードを入力したら使えるようになります。契約して本体が届いた直後は専用の SIM を挿して開通センターに連絡する必要がありますが、契約時に説明はあると思いますのですぐに終わると思います。まあホームルーターということなので使い方は以上となんですけども、では実際にどのぐらいの速度なのかが一番気になりますよね。具体的な通信速度を見ていきましょう。僕がメインで使っているスマホである iPhone 12 Pro は今撮影で使っていますので、今回はこちらの第4世代 iPad Air で測定していきます。で、測定しているのが、まあ、土曜日の、まあ、15時頃ということなので、まあ混雑はしていないんじゃないかなという時間帯ですね。では早速計測していきます。まあ測定した見た結果がこんな感じで、まあすごく早いわけではないんですけども、普通に使う分ならまあ問題なく使えるかなって感じですね。まあオンラインゲームとかするならまあちょっときついんじゃないでしょうか。
まあ速度はまあ大体こんな感じなんですけども、実際に日常生活で使ってみて通信速度に問題を感じたことはあまりなく、たまに YouTube 動画のアップロードに時間がかかる場合がある程度ですかね。まあ稀に Wi-Fi に接続できない場合もあるのですが、ルーターの電源を入れ直すと基本的に繋がるようになります。ただドコモフォン 5G というかホームルーターを契約する上で注意点がいくつかあります。一つ目は、本体はどこにでも持ち運べるけど登録住所でしか使えないことです。まあこれがドコモフォン 5G の本体なんですけども、まあこんな感じで簡単に持つこともできますし、カバンの中にはもうすごくすっぽりと入るぐらいコンパクトなんですよね。スマホと同じように電波を Wi-Fi にする構造上、コンセントがあればどこにでも使えると思うかもしれませんが、実際は登録している住所でしか使うことができません。で、二つ目は、途中で解約すると本体代金を支払わないといけないことです。ドコモ 4G のルーターは実質無料で持つことができますが、まあ、その内訳としてはルーター代が3年間にわたって同じ金額割引されるんですよね。なのでルーター代を3年にわたって分割で支払っている場合は、まあ、相殺されて、まあ、実質無料に持つことができますし、まあ、一括で支払ってしまえばその値引きが月額使用料にそのまま値引きされていきますので、まあ、どのみちルーター代のお金は操作できるわけなんですよ。でも途中で解約したらその割引がなくなりますし、さらにルーター代を分割で支払っている場合はその残金が請求されることになるので、まあ実質3年縛りとなりますよね。まあこのことをよく考えて契約する必要がありそうです。ここまでドコモフォン 5G についてご紹介してきましたが、最後にフォン 5G は契約した方がいいのかという点についてお話しします。まあ結論から言うとベストではないといった感じですかね。初めにもお伝えした通り、ホームルーターよりも光回線の方が金額が安い傾向にあり、回線速度も速いのでネットを使うならもう光回線の方が理想的な手段と言えるからです。まあ家に1本しかない光回線だとしても、まあ、無線ルーターを使えば、まあ、複数台 Wi-Fi も使えるようになりますからね。とは言っても光回線が引けない場合ならドコモフォン 5G の方がいいのかという疑問になってきますが、ホームルーターを契約するなら WiMAX の方がいいでしょう。3日で 10GB 以上使うと、まあ、通信制限がかかるっていうのが WiMAX にはあったんですよ。現在は撤廃されて、まあ、同じように Wi-Fi を利用することができます。さらに2年間ぐらいは1000円くらい割引されて、まあ、フォン 5G の場合は契約時に約1万5000円分のキャッシュバックがあるのですが、まあ、トータルで考えると WiMAX の方がお得ですよね。まあ、お住まいの通信エリアにもよりますが、ホームルーターを契約するなら WiMAX の方がいいでしょう。ただ 5G 対応エリアはドコモの方が多く、今後ホームルーターでも高速通信ができる期待を持つならフォン 5G の方がいいのかなと思います。まあこれが何か参考になれば幸いです。今回の内容は以上となります。このチャンネルでは一人暮らしの節約方法やライフハック術などの情報を発信しておりますので、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると動画投稿の励みになります。またブログサイトではすでに300記事以上の情報を公開しておりますので、気になる人は概要欄からご覧ください。それでは。